何年か前、まあもう6年7年ぐらい前までですかね、あのオリジン弁当の深夜のアルバイトずっとやってたんですね。で5年間バイトしてたんだけど、でその深夜の夜勤やってる時に、ま、毎日ですよ、毎日午前2時に来るおばちゃんっていうのがいたんですよ。でこれすごいのが、自動ドアウィーンって開くと第一声が子供がさらわれたって言うんですよね、絶対言うの、子供がさらわれたって言って、で俺バイトしてて、え、お子さんさらわれたんですかって言うと、うんって言うから、あのね、それだったらうちじゃなくて外、ほらちょっと行ったら交番あるじゃない、そこで行った方がいいよって言ったら、交番行くって素直に従うおばちゃんだったんです。で毎日毎日もうひどい時は一晩に3回来たりして、で子供が さらわれたって叫ぶ人がいて、たまにね、あの違う言葉言うんですよ、夫が拉致されたっていう時もあるんですで、もう毎回だから、そんなので、その人がある年ね、年またいで、僕元日の深夜に夜勤入ってたんですよ。したらおばちゃんが来たのね、でウィンって開いて、で子供がさらわれたと同じテンションでハッピーニューイヤーって言われたんですだ、多分ちゃんと挨拶はしなきゃいけないって多分ね思ったんでしょうね、新しい年になりましたから、こだわりがね、その人なりのね、まさに信念があったんでしょうね